では時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。本日はここにおられる方は多分そちらの問題にも大変関心がおありだというふうに思うんですけれども、共謀罪の方でも非常にお忙しく動いておられる方も多いだろう中、この沖縄の問題にもこれだけたくさんの方にこのシンポジウムにご参加をいただきまして誠にありがとうございます。沖縄の状態というのは私たち本土の新聞ではなかなか見ることがなくて、4月の末に辺野古の基地の埋め立てがどうやら始まってしまったらしいというような報道があった後、本土の新聞の沖縄という文字を見ることはもうほとんどこの1ヶ月間ないわけなんですけれども、徐々に工事が進んでしまっているのかなと、非常にそちらも共謀罪に負けず劣らず非常に厳しい状態が続いているのかなというような状態かなというふうに思うんですが、本日は辺野古がこちらの中に入っている報告書のタイトルにもありますけれども、辺野古に代わる選択肢を選択をということで、日本政府アメリカ政府の方で合意をしている普天間基地の移設というのは沖縄、同じ沖縄の北部にあります名護市の辺野古というところでなくてはならないのかどうかと、そういうことについてまた議論を一度立ち戻ってしてみたいというふうに思っています。ちょっと私もの団体の紹介とですね、なんで今更こんなことをやっているのかというようなことをちょっとお話をさせていただきたいというふうに思います。お手元の封筒の中にこういう青いリーフロットが入っているかと思うんですけれども、新外交イニシアチブという団体が本日のこのシンポジウムを主催をさせていただいておりまして、新外交イニシアチブと申しますのはこの外交の問題、安全保障の問題について、日本にあるさまざまな声がもっと具体的な外交の現場に届いていくようにということで活動している団体です。ここにいらっしゃる方の少なくない方は沖縄の方々が訪米行動をされる際に新外交イニシアチブ、私たち ND というふうに頭文字を取って呼んでいますけれども、 ND がアレンジしてるんだよ、名護市と一緒に、名護市長と一緒にワシントンに行ったんだよねなんていうことで知ってくださっている方も多いかと思うんですが、そういった沖縄の方の具体的な声をアメリカの政策決定をするような議員さんですとか国防省、国務省といった役人にしっかり伝えていくというような活動を普段しています。で、それがですね、割と私たちの団体では有名なんですけれども、シンクタンクということで政策提言活動をしっかりやっていきましょうということで、今回はお手元にお配りをしたこの報告書を作成をしまして、東京では今日お披露目という形にさせていただいております。なぜこういうものを作ろうかというふうに思いましたかと、私自身のモチベーションを申しますと、アメリカでですね、ロビング活動をずっと私10年弱やってまして、アメリカの国会議員の人たちに沖縄の問題について話をするとですね、時にはですね、というか割と少なくない割合で、あなたの言ってることもよく分かったと、環境もだいぶ傷つけてしまうようだし、人権問題もひどいし、沖縄に新しい基地作るのは良くないよねっていうふうに言ってくださるような方っていうのは、アメリカのそれなりに高い地位にあるような方でもですね、結構いらっしゃるんです。なんだけれども、その後ですね、それでじゃああそこにある海兵隊っていうのを辺野古に移さないんだったら普天間からどこにやればいいの、だって普天間に置いとくのも嫌なんでしょ、というふうに向こうから聞かれた場合に、多くの場合沖縄の方々、そして私自身もそうですけれども、じゃあこうしたらいいですよっていうようなことをしっかりものを言うことが今までできてこなかったということがあります。そうするとですね、面談で議員さんを前に話をしていると、そこで会話が止まってしまって、そこまでですね、割とじゃあ僕も何かしてあげるよって言いかけそうになっていたその議員さんもですね、そうかっていう感じで止まってしまって、なかなか具体的なアクションに移ってこなかったということもありましたので、ではですね、日本の中であまりいろいろな背景事情があって、そういう軍隊をどういうふうに運用するかという研究というのは今日今日でもあまりもちろん盛んでないし、盛んであることがいいことだとも思わないんですけれども、沖縄の問題について具体的なのを研究するというようなことをやってこなかったので、はやってみようじゃないかと、防衛軍事安全保障の観点から見て、あそこに基地というのは作られなきゃいけないのか、あそこじゃなくちゃいけないのかということについて研究しようということで研究会を立ち上げまして、この3年、特にこの最近1年はですね、毎月毎月研究会を開きまして、
非常に、まあ、今からお話にありますけれども非常に細かいですね軍隊の運用ですとかそれからアメリカのですね軍事戦略みたいなものまで、突っ込んでですね議論をしながらこの報告書の作成に至ったということになっております。で私がですね今日とよかく今申し上げるよりも中身のご説明をまず差し上げましてその後それに関しての作成者の思いですとか意見ですとかそれから皆様からの質問もいただきながらここがよくわからんよとこれ難しすぎるとあるいはこれはちょっと違うんじゃないのというようなこともご意見いただきながらもしかすると皆様の中でもなるほどと軍事的に見てもあそこに基地がいらないということはよく分かったよというふうに思って、また改めてこれを読んでいただければいいのかなというふうに思っています。ですので今日の流れとしましては今日は執筆陣のですねこの報告書の一番最初のページに執筆陣4名の名前があるんですけれどもこのうち上から3名柳沢教授、屋良朝洋、本半田茂のお三方が今日来てくださっておりますので、まずですね、屋良朝洋さんからこの報告書提言というふうに私たち呼んでおりますけれども辺野古に別に基地は作らなくてもいいよと軍事的に見てもあそこに基地はいらないんだよというその提言どういうふうにすればそれが実現できるのかというその提言についてまずお話を30分ほどいただいた後それから柳沢教授さん半田茂さんからもご説明を10分ずついただいてその後パネルディスカッションという流れにしたいというふうに思います。ではお三方ご登壇をいただきたいというふうに思います。まずやらあのその間にご紹介をしますと屋良朝洋さんは私ども新外交イニシアチブの評議員もやってくださっていますけれども元沖縄タイムスの論説委員で、まあ、基地問題担当、まあ、平たく言えばですね海兵隊オタクでして、海兵隊のことについてですね屋良さんと半田さんがまあ議論しているのを聞いて、まあ、私はその3年間の議論をずっと聞いてきてるんですけれども、まあ、何言ってるか全然わからんと数字とか横文字とかいっぱい出てきてですね、まあ、しかしなるほどとこういうものを作っていく過程で、そういう細かい議論があって、こういう提案ができるのだなということで今日はその一部のオタクプリを皆さんにも見ていただければというふうに思っています。半田茂さん、順番はちょっと前後してあれですけど今半田さんの名前が出たのに次半田茂さんは東京新聞の説員兼編集員でして、まあ、あの海兵隊の運用についても大変お詳しいんですけれども自衛隊のことについて大変お詳しくていらっしゃるのかなというふうに、私は見ております。それから同じく ND の評議員をしてくださっている柳沢教授さん元内閣官房副長官補でいらっしゃって、まあ、今海兵隊の専門家自衛隊の専門家というふうに申し上げたんですけれどもどうでしょう日本の防衛政策全体の専門家というふうに申し上げたらよろしいんでしょうか。なかなかですねこの研究会を持つ前にどの方にこの研究チームに入ってもらおうかという時に辺野古に基地はなくてもいいんじゃないかと考える方の中でこういう軍事戦略に詳しい方って日本にあまり多くないもんですから、まあ、その中で手前味噌ですけれども非常にお詳しい方々にお集まりいただけてこれも作ることができたのかなというふうに思っております。では屋良朝洋さんの方からこの提言についてご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。海兵隊ストーカーの屋良でございます。まあ、なぜ海兵隊ストーカーにならざるを得ないのかというとですねやっぱり沖縄海兵隊なんですね。沖縄に存在している米軍基地の約7割が、海兵隊の基地なのでその海兵隊が沖縄に駐留しているか しないかということはその沖縄基地問題をですねこうの、背景というか状況をですねまるっきり変えてしまうということなので、まあ沖縄の基地を語る上では海兵隊の話はしないといけないということで、まあ、自然と海兵隊のお宅になりストーカーになってしまったということでございます。で、とりあえず最初はですねそもそも論でいこうかなと思っておりましてなぜその沖縄に基地があるのかあるいはなぜ日本にアメリカ軍の基地があるのかというところなんですけども皆さんどうお感じになりますというその問いかけをするとまあポツポツ出てくる意見は周辺のその脅威から日本を守るためだとあるいはそのアメリカのそのまあ利益をですね擁護を保護するために日本にアメリカ軍基地があるんだというふうな答えになるんですけどもそれよりもっと遡るとどうですかということなんですね。それはもう単純でありまして日本が戦争に負けたからということに他ならないわけですね。まあ、そんな話はしたらちょっと笑われるんですけども勝ってたらどうなのかとおそらく勝ってたら
あのアメリカ軍基地は、日本にはないであろうと。だから戦争でその沖縄戦がどうだったのかというところをまず振り返らないといけないということで、ちょっとスライドを用意しましたので、そこから始めさせていただきたいと思います。そもそも論でございます。で、戦争の話をするときに、まあ、エピソードの一つとして私が紹介させていただいているのが太田稔中将。太田稔中将は日本海軍 その沖縄根拠地帯の司令官として、那覇市の隣にある豊見城市というところがあるんですけども、そこの防空壕で、立てこもってた人なんですね。そこの司令官であると。でこの人がなぜ有名かというと、もう沖縄戦の末期に、沖縄の状況をその電報 です、まあ、その報告するんですね。海軍の次官宛てに、電報を送るんですけども、その電報の最後の締めがですね、沖縄県民各戦い県民に対し後世特別のご後輩を賜らんことをという言葉で締めております。県民はその、防衛、日本の防衛あるいは沖縄 その防衛のために、派遣された日本軍に、とても協力的でありました。だけども最終もう、沖縄全体が焼け野原になりますと、玉砕しますと。だけど、この戦争の次の世では、戦争が終わった次の世では、どうか、沖縄のに対して、特別の配慮をしてくださいというふうに電報を打ちます。でそれが、1945年の6月6日なんですけども、でこの人6月13日に、防空壕の中で 自決します。もう、これ以上戦えないということなんですけども、その電報の、中身をちょっとかいつまんで言いますと、沖縄の島はこの戦闘の結末と運命を共にして草木の一本も残らないほどの焦土と化そうとしている。食料はもう6月いっぱいしか持たない状況であるという沖縄県民各戦えると。この、全文もうちょっと長いんですね。インターネットで太田稔でですね、探していただければ読めますので、ぜひ全文読んでいただくと、沖縄がどういう状況だったのかというふうなことが書かれております。でこの人が、電報を送ったその日、実は沖縄はもう砲弾が雨あられとこう降っているような状態 で沖縄ではそれをその鉄の暴風というふうに形容しております。もう鉄の塊が沖縄をこう雨あられとこう降り注いで地形も変えようとしていると。で人たちはその狭い防空壕で身を寄せて、玉砕を待っているしかないというような状況であるというようなことが書かれております。でその電話がその日、実は東京両国国技館では、夏場所が取られています。さすがに、東京も5月には、東京大空襲があって、大変な状態ではあるんですけども、まだ相撲が取れる。さすがにその、もう緊急事態なので、その時は少尉軍人だけを招いた興行でありました。はしてないですね。で、この太田稔がですね、防空壕の中でその自決したその日、千秋楽、東京両国国技館では相撲の千秋楽なんですね。当時の新聞を見てみると一面トップに大きなその見出しでですね、沖縄島玉砕とあるんですね。で中面を見てみるとやっぱりその夏場所のですね、結果なんかが載ってるんですね。そういうギャップがあると。でそのギャップは果たして今埋まっているのかということの問題提起をさせていただきたいんですけども、沖縄戦というのは捨て石と言われております。時間稼ぎなんですね。日本防衛のために時間が必要だ。そのために沖縄にそのアメリカ軍を少しでも長く足止めを足止めをしておく、そのために日本軍がこう沖縄に配備されたというふうに言われておりまして、日本軍はその沖縄を守る日本軍は11万と言われておりますけども、正規の軍人はですね8万人ぐらいであった。あと2万3万はその現地徴用のですね、若いその青年に銃を持たして、銃を持たしてちょっとこう射撃訓練をさせたぐらいのそういうふうな兵士だったということですね。でそれで、沖縄を攻めてきたアメリカ軍は54万人だったんですね。これ勝てるはずがないです。
でかつ医師もないです。とにかく沖縄に足止めを沖縄で足止めをさせるということが目的だったので、沖縄守備軍、まあ、沖縄をこう防衛した部隊のナンバー2参謀長は、その隊員に対してこんな言葉を言ってるんですね。我々は結局本土決戦のための捨て石部隊なのだ、尽くすべきを尽くして玉砕するのほかにないというふうに言ってます。だから、まあ、時間稼ぎにその沖縄の県民も使われたと、沖縄の人たちの命も使われたというのが実は沖縄戦だったということであります。でこういうその状況、こういう沖縄の扱いをアメリカ側はどう見ていたのかということを示す面白いその興味深い文章が残っておりまして、それは1944年、沖縄戦の前の年ですね。アメリカ軍は沖縄のことを徹底的に調べ上げました。沖縄で住んでる人たちの風習、言語、まあ、経済、政治などなどもう徹底的に調べ上げた。それはなぜかというと沖縄占領するという目的で、調べるわけですね。でその中でその日本本土と沖縄との関係性を示す、面白い文書が、記述があります。日本と琉球の間、琉球というのは沖縄のことですね。日本と琉球の間の人種上の緊密な関係、言語上の類似にもかかわらず、日本人は琉球を人種的に同等とみなしていない。したがっていろいろな方法で差別されている。ところが島民は日本人に対して劣等感どころか、かえって彼らの伝統と中国との長い文化的なつながりに誇りを持っている。したがって日本と琉球の間にはアメリカが政治的に利用しうる圧力の潜在的な根拠があるというふうに書いてあります。差別関係の中で圧力があると、でそれをアメリカは利用できるんだと、でそれを占領政策に使えるんだというふうに分析してるんですね。どういうことなんでしょうか。そこに差別構造があると沖縄で起きていることっていうのはあまり大きな問題にならないんですね。日本全体の問題になりにくい。そうすると、政治的な圧力、その外国軍の駐留に対して政治的な圧力が高まらないわけです。それはもう最近もですね、その沖縄 その大学で、私立大学なんですけども、沖縄国際大学で、ヘリコプターが落ちたという事故がありました。その時全国ニュースではさほど大きな扱いじゃないんです。ところが沖縄ではもう連日そのメディアはたくさん、報道しました。だからそのギャップですね。そうすると日本全体の問題にならない、なりにくい。そうすだからアメリカ軍としては都合がいい場所であるというようなことになっている。それをアメリカは1944年、沖縄戦の前の年にそれを見抜いてそれを利用するという考え方という、まあ、そういうその分析のもとに沖縄を占領始めたということですね。でその結果としてこんな感じの沖縄になってしまったと。この青いところが米軍基地でございます。で、戦争が終わって50年代の日本はどうだったかということをちょっと、話を少し飛ばしますけども、全国でですね反基地運動というのが燃え盛ります。基地に対する反対運動というのは今ではその沖縄の専売特許のように語られるところがありますけども、実は1950年代60年代というのは日本本土あちこちで反対運動があって、安保闘争ではもう激しく戦うわけですね、日本国民は。で、1952年53年に石川県の内灘闘争があり、53年には長野県浅間山の演習場反対闘争がある。55年には群馬県の妙義山の接収反対闘争、もうありとあらゆるところでその、外国軍の基地の、維持するというのは難しい局面に立たされる。で54年56年は東京立川飛行場の拡張計画です。あの砂川闘争ですね。でそういう中で実は沖縄に駐留して、今大きな基地を抱えている海兵隊は本土から沖縄に移ってきます。海兵隊というのはずっと沖縄にいたわけではなく、1953年に岐阜、山梨、静岡などに分散配置されます。それはなぜかというと朝鮮戦争なんですね。朝鮮戦争を、まあ、その休戦協定は結びますけども、ずっとその北朝鮮の動向というのは警戒しないといけない。だから海兵隊が岐阜、山梨、静岡に配備されると
ということになります。で3年後朝鮮半島から遠い沖縄に移ってきます。それはなぜだろう。軍事的なあるいは戦略的な要素というのはあんまり考えにくいです。なぜかというと沖縄には海兵隊を運ぶ船がありません。飛行機がありません。その軍事的戦略的な理由で海兵隊が沖縄に来たというよりもむしろ政治的な理由で海兵隊が沖縄に来ざるを得なかったということですね。それを示すアメリカ側の文書が、興味深い文書が一つあるんですけども、海兵隊が沖縄に移ってきた1956年の12月に書かれた文書です。日本における米軍の軍事的立場の再考というタイトルでアメリカ国務省が書いてある文書ですけども、アメリカ軍基地の存在を日本国民の目の止まりにくいようにして反基地感情を減らすべきであると。日本に駐留する政治的コストが高騰した場合、本土から撤退し沖縄を主要基地として保持し続けるんだというふうな政策が明らかになっていると、明示されているということですね。で1956年本土から海兵隊が移ってくるわけですね。でそうすると海兵隊のために基地を新たに確保しないといけない。沖縄では何があったかというと銃剣とブルドーザーです。銃剣で人たちを追い払って、ほんで家屋をブルドーザーで倒して、田畑に海砂を入れたんですね。海砂を入れるということはもう畑として使えない、田んぼとして使えなくなっちゃうということですね。で1956年、もう一つ象徴的な出来事は、その日本の経済企画庁がですね、防衛白書にもはや戦後ではないというふうに書いた年です。経済白書にもはや、戦後ではないという言葉を盛り込んだ。日本はその時から、高度経済成長で、経済的にこうどんどんこの、繁栄していくわけですね。で片や沖縄はその太田稔中将が後世特別の御後輩をとたまらんことというふうな言葉を残したんだけども、米軍の島になっていくと。だから安全保障と経済成長とかとで地域的にこう分断されてしまったというふうなことが沖縄の歴史でありまして、沖縄ではこんな感じで労働運動や市民運動に対してもアメリカ軍は直接銃剣を住民に向けて弾圧してきたという歴史があります。だから沖縄の基地問題というのはイデオロギーとかっていうよりもその前に生活手段を返してくれと、生きる手段を返してくれという訴えが先に来てたということですね。スローガンとして言われたのは金は1年、土地は万年、補助金とか、そういった金をもらったってそんなね、1年もすれば使っちゃうでしょと。だけど土地があればずっとその土地は私たちに恵みを与えてくれるんだというふうなことなんですね。でそれが今も続いているのではないかというのが辺野古でありまして、沖縄県の翁長武知事はその辺野古の建設 を批判して、銃剣とブルドーザーのような建設だねというふうなコメントを出していると。で、山でも東村の高江というところでもヘリパッドの建設が強権的に行われてしまった。これ去年のことなんですけども、そういう沖縄今現在アメリカはどう見ているのかという資料も実はあってですね、これアメリカの海兵隊の中で、内部資料として使われているんですけども、ローテーションで本国から沖縄に赴任してくる海兵隊員に対して沖縄はこういう状況だから、どういったところに気をつけて生活しなさいねというふうなオリエンテーションの資料なんですけども、その中でですねこんな記述があります。1879年沖縄は本土に併合されて以来、本土側から劣った民族あるいは非日本人だと見られていると。1879年というのは、琉球王府が、廃止されて沖縄県になって日本の中に取り入れられるという年ですね。どっちかっていうと沖縄の人っていうのは日本人としてはまだまだ新参者なんですね。だからそこには構造的な差別が存在するんだよというふうなことを歴史的な資料をもとにですね、もう
海兵隊員に説明するんですね。で政府と、まあ、沖縄はここ20年代、まあ、今ですね、普天間をめぐる、あるいはいろんな基地問題をめぐって、ずっとその対立をしていますよと。で中央政府、これは東京の、まあ、日本政府ですけども、東京の政府はアメリカ軍部隊と基地を沖縄に置きたがっている、なぜなら代替地を本土で探せないからだというようなことを書いてあるんですね。これ明らかにその軍事的な、あるいは戦略的な、地理的な、抑止力、抑止論的なというふうな、そんな建前ではないと。アメリカ軍からすると別にその沖縄に基地、海兵隊が駐留していようが、それが九州や四国や山陰地方であっても、それはそんなその、機能的な、にはあまり問題ないんですよと。で沖縄に基地を置きたがっているのはむしろ日本側ですというふうなことをはっきり書いてある資料がですね、最近出てきているということであります。まあ、その民主党政権の時に民間人初の防衛大臣に就任なさった森本聡さんもそれは認めているところでありまして、これ離任会見での発言なんですけども、なんで沖縄に海兵隊が駐留してるんですかというようなことを聞かれた時に、例えば日本の西半分のどこかで MAGTF が完全に機能する状態であれば沖縄でなくてもよい、軍事的にはそうなると。 MAGTF というのはその海兵隊が一体的に運用するというその運用の方法 を、まあ、専門的に言った言葉がこれなんですけども、地上部隊と航空部隊と後方支援部隊がワンセットで動くと。だからワンセットで動けば別に沖縄じゃなくても日本の西半分どこでもいいんだよと。で日本の西半分どこかっていうのは僕はよく分かりませんけども、長野とか静岡とか上はどこですかね、石川県あたり、そこから西側どこでもいいんだよというふうに言ってると。じゃあなんで沖縄なんですかというふうに聞いたときに、政治的に許容できるところが沖縄にしかないのだから、簡単に言ってしまうと軍事的には沖縄でなくても良いが、政治的に考えると沖縄がつまり最適の地域であるという結論になるんだよというふうな説明をしています。沖縄は政治的に許容したということはかつてありません。ずっと反対をしているということですね。じゃあこの許容という言葉の主語は何なのということです。これは日本でしょう、おそらく。沖縄であればまあちょっとその日本国民の全体の 0.6%、 1% の住民が騒いでも日本全国の問題にはなかなかならない。そうすると基地に対する政治的な圧力が上がらないので、そのアメリカ軍の駐留には最適であると。だから1944年のアメリカが分析した通りのその現状になっとると。このアメリカのその洞察というのは非常にこのびっくりするぐらい先を見通した政策、占領政策をやってきたんだなというふうな気がしております。ここまでが海兵隊がなぜ沖縄に来たのかというところの説明。ちょっとすみません、すごく長い説明になってしまいましたが、ここからが本番です。で今辺野古が必要だというふうに言われておりますけども、じゃあ辺野古を使う海兵隊っていうのは今現在どうなっとるのかということなんですが、沖縄の海兵隊を説明する上で、キーワードがありますが、キーワードを一つ覚えてていただきたいんですけども、まあ、これをこのキーワードを覚えていると大体議論ができると。ですね、31マリンエクスペディショナリーユニット、日本語で言いますと第31海兵遠征隊、この MEU 頭文字を取って、MEU と、31MEU という部隊です。それと、まあ、そういう部隊が沖縄に駐留していますと。で彼らのお仕事は何ですかと、というとそのヒューマニタリアンアシスタント、人道支援、それとディザスターリリーフ、災害救援、頭文字を取って HADR、 彼らはハーダーと発音呼んでます。まあ、これだけじゃないんですけども、最近というかその冷戦後特に海兵隊が重要視しているミッションなんですね。でその2つのミッション、その2つの事柄、沖縄に駐留するのは第31海兵遠征隊であり、彼らの仕事はハーダーなんだということを前提に、私たちの、
提言を組み立てております。沖縄の基地問題っていうのは、そのある施設を A 地点から B 地点へ、あるいは A 地点から C 地点へ動かすというとですね、非常に難しいんですね。こんな小さい島であんなにたくさんの基地があるんで、もうこれ日中もさちもいかんと。だから施設をその動かすというよりも、海兵隊の運用をちょっと変えて、まあ、中身を見てですね、分析してその運用を変えるような解決策があるはずだということで、31ミューを県外あるいは国外に移して普天間飛行場の辺野古移設計画をやめさせようというのが私たちの主張であります。海兵隊は、まあ、先ほど来沖縄に集中し、沖縄にある基地のほとんどを占有している部隊であるということを説明させていただいてますけども、このオレンジの部分ですね、オレンジの部分が全部海兵隊です。で、海兵隊がいなくなって残るのはこの紫の嘉手納飛行場と嘉手納弾薬庫、それからあの鳥居通信施設、これ陸軍ですね。で、ホワイトビーチっていうのがこの岬のここですね、あるんですけど、このぐらいになってしまうんですよ。他も全部いらなくなっちゃうということなんですね。で、その海兵隊をどうにかしたい、じゃあ海兵隊はこれからどうなるのかということなんですけども、米軍再編というのがあります。これは日米ですでに合意されていて、2012年に現在の計画に落ち着いているものなんですけども、これが実施された暁には沖縄に残る海兵隊というのは司令部機能と31ミューだけになってしまうということです。で、この31ミューというのは船に乗っかってずっと遠征しているわけでして、だから ほとんど沖縄にいない部隊であると。で、それが沖縄だから、そのために、普天間 を、辺野古をですね、潰す必要があるのかどうかということですね、平たく言うと。結局で、それもその31ミュー、どうせその船に乗っかってあちゃこちゃ行ってんでしょと、であればその沖縄にずっといる必要はないじゃないですかという話なんですね。で、31ミュー、ミューについてちょっと説明しますけども、ミューというのはアメリカ海兵隊がその外に出ていくとき、ある任務を帯びて外に出ていくときの、部隊編成の、一番小さなあのその作りであります。戦争とか大きなあの有事になるとき、大規模な紛争のときには、海兵遠征軍という部隊をこう編成して、それを大体2個使います。だから9万人ぐらいが一つの、単位にして、その動かすんですね。9万人というのはものすごく大きな数であります。で、沖縄には1万8000人しかいないので、もうこれは作れないんですね、そもそも論として。で、その次に小さな部隊、その次、その大規模な戦争とか大規模な紛争には対応できないけども、テロとの戦いとか地域紛争とかといった小規模な、紛争に対しては海兵遠征旅団というものを編成します。1万5000人から1万7500人ぐらいで作ります。だから実はこれもですね、沖縄に駐留している海兵隊だけでは作れないですね。1万8000人しかいないわけですから、1万7500人の部隊を、まあ、実戦部隊を作ることは不可能なんですね。なぜかというと1万8000人の中には、例えば普天間飛行場でヘリコプターを整備しているそのメカニックもいるわけですよ。あるいはその司令部の中でタイプを打っている司令部要員もいるわけですね。だからこのレベルも作れない。で、せいぜいできて海兵遠征隊であるということなんです。だから海兵遠征隊を運用するための海兵隊基地であるということです。で、その海兵遠征隊はずっとぐる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 回ってる。アジア太平洋地域、1年の半分ぐらい。だから沖縄にほとんどいないという部隊。だからその部隊のために辺野古を埋める必要があるのかどうかということですね。で、しかも彼らを運ぶ船はどこにあるかというと、どこにあると思います？沖縄にありません。そうですよね、佐世保ですよね。長崎県の佐世保なんですね。だから長崎県の佐世保から沖縄で部隊と物資をピックアップしてアジア太平洋地域に展開しているわけですね。これをですね、アメリカはそのランデブーポイントと言います。落ち合う場所です。ロマンチックですよね。ランデブーポイントなんですよ。だからアメリカ本国からやってきた
その戦闘部隊とか、まあ実戦部隊を長崎から来る船に乗せる場所、ランデブーすると。で、西半分のどこでもいいというふうに、森本さんがおっしゃったのは、このランデブーポイントはどこにあってもいいんだよと。例えばで電車でいうとですね、今始発駅は長崎県なんですよ。で、乗車駅が沖縄、ほんで、お仕事をしているのがアジア太平洋地域、目的地がアジア太平洋地域なんですね。じゃあ乗車駅は例えば鹿児島じゃなぜ悪いんですかと、熊本では悪いんですかということなんですね。九州の方、引き受けます？まあ、引き受けていただければすぐに解決なんですけども、まあ、そんなことは非常に難しいというか、多分ね、時間かかると思うんですよね。だからそのランデブーポイントをどっかに持ってきゃいいでしょということなんですね。船と部隊がこう合流するところだから、合流してこうぐるっと回っていけるようなシステムを維持しておけば、海兵隊にとの運用 には差し支えがないということなんです。で、実はそのミウというのは、沖縄に駐留している部隊の他にも、6つあります。全体で沖縄を入れて、沖縄の31ミウを入れて7つありまして、3個がカリフォルニアの基地にあると。他の3個は、ノースカロライナの東海岸の基地にあります。で、この部隊はですね、カリフォルニアのミューは、インド洋からそのアフリカの東海岸までをカバーしていると。太平洋をこう横切っていくんですよ。だから、まあ、ミューは沖縄にその常設 その基地がなくても、まあ、場合によっては本国からでも展開できますよということですね。で、もう一つ、ノースカロライナの方にあるミューは、大西洋と地中海をカバーしているんですね。そんな感じで海兵隊は世界の海をミューでもってこう、恒常的にパトロールをしているということです。で、パトロールをして何をしているのかということなんですけども、僕らがこう、すみません、あと1分と言われておりまして、ものすごく早口にならざるを得ないんですけども、はい、ありがとうございます。ですね、そのハーラーをやっているということですね。ハーラー、人道支援活動、災害救援活動、これは実は自衛隊の得意分野なんですね。だからその沖縄からランデブーポイントを動かす、どっかに持っていくということを主張すると、中にはまあ仮想敵を持ってきて、その誤ったメッセージを送るんじゃないのとか、その抑止力が低くなるんじゃないのというふうな主張がありますけども、まあ中身を見るとハーダーでしょと。ハーダーは自衛隊も得意分野ですよと。だから海兵隊を外に出すんだけども、むしろそれによってハーダーの分野においては自衛隊と役割をまあ分担しながら、アジア太平洋地域で人道支援、災害救援の活動をもっとやればいいじゃないですかというふうなこう提言をさせていただいているんですね。ハーダーというのは具体的に何をしているかというと、これは2013年にフィリピンで行われた共同軍事演習バリカタンというやつなんですけども、海兵隊がです、この写真に写っているのは海兵隊員なんですね。彼らは別にそのライフルを持って野戦訓練をしているだけではないんです。ショベルを持って、この小学校、山奥にある小学校、ここで土間が打たれてないので、雨が降るたんびにそのぬかるんでですね、使えなくなる。だからコンクリートをこう流し込んで、生コンを流し込んでコンクリートの土間を打ってあげているという写真なんですね。で、それ以外にもこんな医療活動をしてあげていると。で、それを彼らは実はテロとの戦いと言っているということです。なんでテロとの戦いとなるかというとですね、テロリストって大体山奥で訓練したり、まずそこで、勢力をこう拡大 しながらある一定の力を持ったら都市部に攻めていくというふうな行動パターンなんですけども、
で海兵隊がですねその山奥に直接行ってその現地のフィリピン軍と一緒に訓練をすると、それはテロリストにとっては大変な抑止になるというふうなことが言えるというふうに考えているわけですね、アメリカは。で、人心、その地域の人たちの、まあ、心をつかむと、地域の人たちを味方に引きつけると、そうするとテロの動きが、まあ、通報されたり情報が入ってくるわけですね。そんな感じで一石二鳥なんです。アメリカのプレゼンスを示しつつテロとの対応もできるということです。でそういう活動の中で大規模な災害、大地震や津波があったときにどうしようかというようなことを、いろんな国の軍隊と、共同対処しようというふうな準備もするんですね。机上演習、まあ、テーブルの上に地図を置いて、ほんで、アメリカ軍とフィリピン軍はこういうふうに動いてくれと、で自衛隊やオーストラリア軍は、救援物資をここから入れましょうというふうな机上演習をしたりするんですね。なんでその2013年のちょっと古いデータをここで紹介させていただいているかというと、この年に中国軍が初参加しています。中国軍が司令部を入れてきています。翌年、2014年の2月、タイで行われたコブラゴールドという、これ世界ほとんどこう最大級の共同多国間共同訓練、今年も2月に行われて29カ国がですね参加した、とても大きな訓練なんですね。そこに2014年に中国軍は本格的に参画してきております。で、中国人民解放軍の元陸軍司令官が、サウスチャイナモーニングポスト、これ香港の新聞ですけども、そこにこんなコメントを出しています。中国軍の参加はアメリカと中国がアジア太平洋地域の安全保障でより緊密な協力関係を構築していこうとする意思の表れであるというふうなことを言ってるんですね。だからこの中国軍の元司令官が使っているアジア太平洋における安全保障、それはアメリカと一緒にやるんだというこの安全保障という言葉の使い方ですよ。私たちの国では安全保障というとなんか軍事力を強くして、例えば自衛隊をその国防軍にして安全保障を確保するんだというふうな理解かもしれませんけども、実はアジア太平洋地域の安全あるいはその平和をどうやって維持していくんだというふうなのがおそらく正しい言葉の使い方なんでしょう。だ中国、私たちがその仮想的だと認識しているであろう中国軍はすでに一生懸命アジアの中でこういうそのハーダーを中心とした活動をやっていると。で安全保障とハーダーなんですけども、今日的な安全保障の課題というのは 9.11 と 3.11 だというふうに言われているんですね。 9.11 はテロです。で 3.11 は大規模な自然災害、これを国際的にどうやって対応していこうかというのが安全保障の今日的な課題だというふうに言われていて、1980年から30年の間に、まあ、アジア太平洋地域における自然災害の被害が億ドルであったと、これがどれだけのものかよく私には分かりませんけども、実に16億人が影響を受けたというふうに世界銀行は報告しています。16億人が命を失ったり家を失ったり生活基盤を失う、そんな影響を受けている。これ一つの戦争よりも大きいんじゃないでしょうかね。でアジア太平洋地域で自然災害が発生する確率はアフリカの 3.2 倍、中南米の 5.5 倍、北米の9倍、なんとヨーロッパの67倍であるというふうに国連が報告をまとめております。で、環太平洋の中でそういうその大規模な自然災害に対してとりあえず自力で対応できる力を持っているのはアメリカと中国と日本とオーストラリアでしかないと。だからフィリピンとかタイとかそういうところで大規模な自然災害が起きたときには国際的な協力が必要なんですよというのが、実はその、まあ、安全保障環境を語るときに、無視してはいけない一つの側面であるというふうに思います。なのでどう対応しようかということを、共同、海兵隊を中心としたその、アジア、太平洋軍司令部はどうしているかというと、共同訓練を通して人道支援、災害救援をテーマにいろんな国々と共同訓練をしてアジア太平洋地域で安全保障のネットワークを構築しようとしているんだよということです。
でそこで日本ももうちょっと存在感を出しつつ、その海兵隊を、まあ、沖縄から、お引き取り願うということに合わせて、まあ、日米ジョイントミュー・フォー・ハーダーを考えてみてはどうかというふうに提案しているということです。で、海兵隊が沖縄を手放すハードルはとても高いんですね。そこで、条件整備をしないといけないということです。米軍再編によって海兵隊の部隊はバラバラになります。ハワイ、グアムに行き、オーストラリアに行き、で、ハワイにもこう分散されるわけですね。で、部隊組織が分散されると、その間をこう結ぶ、輸送力の向上が必要になってくると。で、輸送力の向上をじゃあ日本側が少し手助けすることができないのかということと、やっぱり資金面ですよね。施設整備、思いやり予算を含む在日米軍の駐留経費、それをどう考えるかというところなんですけども、私たちの提言の中には、その輸送力の向上での分野では高速輸送船を提供してはどうかということです。自衛隊がですね、かつて、南西諸島地域での訓練で、民間フェリーを借り上げたことがあります。これは津軽海峡フェリーのなっちゃんワールドという可愛らしい名前の船なんですけども、それを年間11億円で借り上げたんですね。11億円提供してはどうかということです。で、もう一つ、その駐留経費どうしようかということなんですけども、これ数字見えますかね。防衛省の発表によるとですね、年間の駐留経費はだいたい日本は3700億円ぐらいを毎年アメリカ軍の駐留のために使っているというふうなことなんですけども、中身を見てみると約半分はですね、基地の外で使われているんですね。その周辺対策費、例えば防音工事、まあ住宅防音するとか、いろんなその周辺の対策費で使っているということと、施設の賃料、土地代ですね、あとは訓練をこう沖縄から本土に移転して、まあ、海兵隊の砲撃演習を北海道とか大分とか静岡、山梨に移転するときのその移転経費を持ってあげると、そういったところで約半分なんですよ。で、その、基地の中で使われているのが、残り半分なんですけども、その残りの多くがですね、労働者の基地の中で働いている人たちの賃金なんですね。で、アメリカが直接的にですね、恩恵を被るというか、多分直接的に、あ、なんかこう日本側が支援してくれてるなというふうなことを感じるのは、おそらく提供施設整備費じゃないのかなと。その日頃、まあ、日常的に使っている宿舎が、あるいはその事務所が、レストランが新しくなった、大きくなったとか、きれいになった、そういったところの施設提供施設整備費は3700億円の中の2200億円なんですね。だからそんな大きな話ではないと。で、沖縄で駐留している海兵隊の提供施設整備費はだいたい毎年30億円ぐらいなんですね。だからこの30億円と高速輸送船の11億円を合わせて、まあ、40億ぐらい、あるいは50億ぐらい、それを毎年提供するということを、まあ、カードに条件に交渉してもいいんじゃないのと。で、その辺野古を埋めると、埋めただけで3500億円使います。で、関連施設を作ると1兆円というふうに言われています。それだけのコストをかけて海兵隊、まあ、いるかいないか分からない海兵隊の滑走路を作ってあげる。で、沖縄では反対運動がずっと続く。経済的なコスト、政治的なコストをどう評価するのかということなんです。だから別のやり方、同じ金を使うのであればもっと節約して、もっと利口な解決方法があるんじゃないですかというふうな提案でございます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。続いて柳沢さんの方から補足説明、あるいはこの提言にかけた気持ちのようなものについてお話をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
まあ、できるだけせっかくこれ沖縄から屋良さんお見えになってね、そしてこのジョイントミューフォーハーダーとかいろいろ、まあ、名前はややこしいんですが、海兵隊ストーカーの屋良さんのアイデアをもとにこの報告書を作らせていただいた。ただこれはその私は非常に論理的にも筋が通った話だと思ってるんですね。しかし論理的に筋が通ってる話っていうのは多分いくつかあってね、一番通ってないのは、辺野古を埋め立てないと抑止力がなくなるって、これが一番筋が通ってないと僕は思ってるんだが、つまりその気になればいろんな考え方があるよというのを初めて私たちは打ち出していくことができたんじゃないかと思ってます。で本人謙遜であるいは、熱くなりすぎて言い忘れたのか、去年屋良さんがワシントンに行ってこの内容をいろいろアメリカのシンクタンクや国会議員に説明したところ、どうしてこういうアイデアが今まで日本から来なかったのかねというね、内容的には批判はあってもそういう日本からアイデアが出されたことを非常に評価されているということです。だからまあ正直言ってこのままね、このまま政府の政策になるなんて甘いことを我々は考えているわけじゃないが、要はそういう気になればいくらでもやり口はある。ただこの報告書の中で触れてないのは、しからばどこに持ってきなさい、さすがに熊本とか鹿児島とかはね書いてないんですね、グアムとも書いてない。ただそれはどこであるかということが問題じゃなくて、我々が言いたいことは土地をどこに持ってってどこの土地を提供するかという問題じゃなくて、むしろ自衛隊が協力します、船をお使いくださいって、これってつまり運用面で協力しましょうということなんですね。でそうすればたかだか2000人の部隊とそれを運ぶ24機のオスプレイという、ヘリコプターをどうするかというだけの話になってしまうので、それはだから一言でどこに至っていいんですというのが我々の結論であります。まあ、そういう流れで思考してそれを提言にまとめてますが、ちょっと一言僕が追加したいのはね、そのなぜ辺野古にこだわるか、それは抑止力っていうんですね。僕はもうずっとその抑止力で実は悩み続けてきてたんですが、この間ね、もうこの間でもないが、この国会始まって2月14日の衆議院予算委員会の冒頭の質問だったと思いますけどね、これ民進党の前原さんがそのトランプと何そんな仲良くしておかしいんじゃないのっていう、そういう質問に対して安倍総理がお答えになってるのはね、北朝鮮がミサイルを発射した時に共同して守ってくれるのはアメリカしかいないよね、残念ながら撃ち漏らした場合に報復してくれるのもアメリカしかいないよね、だからトランプさんが必ず報復してくれるということを相手に分からせないとミサイル撃ってくるかもしれないよねっていうことを言ってるんですね。あ、すごく面白いなと思った。それはね、それが抑止力の論理ってそういうものなんですね。だからそこで私考えちゃうのはね、ちょっと待てと、残念ながら撃ち漏らした場合にアメリカが報復してくれる、だからまあそれはそれでいいんだが、撃ち漏らすってことは日本に落ちてるってことなんでしょ。でそこに核弾頭がついてたら報復したから良かったねって話じゃなくなっちゃうでしょということ。しかし抑止力ってそうなんですね。倍返しにしてやるという脅しでもって相手を思いとどまらせようとするのが抑止の本来のお話なので、そして安倍総理自身も心配しているように、北朝鮮の指導者がね勘違いしやせんだろうか、その相手次第なんですね。だからこんなミサイル防衛だって 100% じゃないから、だからアメリカの抑止力に頼らなきゃいけないわけでしょ。その抑止力って相手がどう考えるかなんですね。それは俺のとこは全滅するかもしれないが、せめて一発二発ミサイル落としてやろうという気に、だって昔日本って国もそういう気になってアメリカと戦争始めたわけですね。そういうふうに考えちゃったらそれは抑止じゃなくなっちゃうわけですね。そして抑止力が効いてます。その相手はどこに、なぜ日本にミサイル撃ってくるか、自分のところをやっつけに来る一番怖い在日米軍がいるわけですね。だからミサイルを撃たなきゃいけなくなるわけでしょ。そうするとね、その基地があるがゆえの抑止力っていうのは、実は基地があるがゆえに安全でないという部分があって、
アメリカの抑止力に頼るということは、日本に、ま、何の犠牲も出さないという意味の安全とは矛盾する概念なんだということをね、改めて、せっかく安倍総理に教えていただいたね、その論理で、改めて、私は今考えているわけなんですけれど、でもう一つ言えば、そうやって、ちなみに言えばね、アメリカっていう国は戦争に勝つことが抑止力、なんていうか、抑止が敗れて戦争になった場合は絶対に勝つんだというのが抑止力を支える一番重要なポイントだと思ってる。だから中国ともね、本気になって戦争するプランを持つわけです。軍隊はね、軍隊は、政治家はそんなことできると思ってないんだけれどもね。でそういう、つまりアメリカ中に言う抑止っていうのは、戦争と抑止っていうのは同じコインの裏表で、ところが日本はどういうわけかね、アメリカが抑止してるから戦争にならないんだから、戦争のことなんて考えなくていいっていうね、もうそういうものすごく認識のこうギャップがあって、だからその沖縄に基地を置くっていうのはどういうこと、まあ、今北朝鮮のミサイルの話を申し上げたけど、ミサイルが飛んでくるのは中国からでも戦争になれば同じことですね。なぜ撃ってくるか、そこに中国を攻撃できる能力がそこに存在するからでしょ。だからそれはね、だからどっちがいい悪いの話をしてるんじゃなくて、アメリカに守ってもらうっていうことは、そういうことを覚悟しなければいけないということなんですね。そういうことを考えると、本当にまあこれは沖縄だけじゃないけど、昨日夜のニュース見てたら、岩国の基地の近所にお住まいの、主婦の人がね、ああその改めて、戦争になったら飛んでくる、こっちに飛んでくるんだなってことを改めて感じましたみたいなこと、これもね、正しい、軍事的に正しい認識だと思うんですけどね。だから我々はミサイルが飛んでこないようにする、少なくとも、島はちゃんと守りたいけれどもね、そんなことでいちいちアメリカに助けてもらうということは、それはプライドとかなんとかの問題じゃない。アメリカが助けてくれるっていうことは、相手だって戦争に勝とうと思えばね、そこに目の前にいるアメリカを攻撃するわけですよね。そういうふうに我々は日本の安全っていうものを考えて、そしてそのリスクを基地のあるところにだけ負わせて、それでいいんだろうかというね、単なるその土地と騒音の話、いやこれ実は現実的にはこの方が大変なんだけど、最近のきな臭い状況を見てると、どうもそういうところをもう一度その考えていかなきゃいけない。抑止力だからこれでいいんだというふうに思考停止してはいけないというふうに改めて感じた次第であります。私の担当のところではそういうことをルール書かせていただいてます。ちょっと補足をいたしました。ありがとうございました。続いて半田さんにお伺いするんですが、この会場でですね、今質問用紙を集めさせていただいてまして、半田さんが終わりましたら私の方から皆様の質問も交えながら登壇者の皆様に質問をするパネルディスカッションとしますので、ぜひお手元にある質問用紙に質問をお書きいただいて、会場を回っておりますスタッフにお渡しいただければと思います。では半田さん、お願いいたします。10分話していただいてもいいんですが、はい、やらさんのあれでちょっとだんだん伸びて、はい、分かりました。はい、今柳沢さんが、抑止力のお話をしましたけども、今までの日本政府の説明ぶりを当てはめたとしても、ちょっと辺野古に新基地を作るというのは説明しづらいというふうに言えると思います。それはですね、沖縄の海兵隊は2006年の米軍再編ロードマップで、1万8000人のうち8000人の司令部要員が、ガム島に移転していく、9000人の家族も移転していくということでした。しかしながら沖縄で事件事故をよく起こすのは荒くれ者の実戦部隊なの で、沖縄の人々は司令部要員ではなく、実戦部隊を移してほしいというふうに要望しましたが、日本政府は実戦部隊が移転していってしまうと抑止力が弱まるから、それはできないんだという話をしたわけです。で具体的に申し上げれば、今沖縄にいる実戦部隊というのはキャンプハンセンにいる、第12連隊、これは砲兵部隊ですね。そして、矢田さんが残ると言ってた第31海兵遠征隊で、もう一つ
キャンプシュワブにいる第4海兵連隊、この3つなんですね。でこの3つが残るんだということになりましたが、これは2012年になってアメリカ政府側から中身を入れ替えたいという提案があり、そして、8000人がガムに行くというのはこれは一度撤回をされて、9000人が沖縄から出ていくということになりました。でとても大事なのは中身を司令部から実戦部隊に入れ替えたことです。で第4海兵連隊はガムに行くというふうにはっきり決まっている。で12海兵連隊はどこに行くかわからないけど海外に行くと。でしたがって残りは第31海兵遠征隊のみと。でこれは2000名の部隊ですね。でそうすると抑止力弱まると言ってた抑止力はどうなったのと、この説明がまあ未だにないわけですね。で3つの実戦部隊がいるならば辺野古新基地といった基地も必要性は、まあ、あるかもしれないが、もはや1個の31ミュしか残らないとしたら、彼らが使うためだけにあの海を埋め立てて巨大な基地を作るというのはいかがかと。本来であれば12年の見直しの際に日本政府はこの辺野古新基地構想自体も見直すべきであったと私は思います。そこを見直さないまま、いわゆる公共事業の常として一度決めたことは、まあ、石にかじりついてもやるんだというのが今だというふうに思わざるを得ないということであります。でそして抑止力がそれほど大事だというのならば、あの冷戦さなかの1970年代に北海道にの札幌と千歳にいたアメリカ陸軍2万人が撤収するときに、なぜ日本政府はしがみついてでも止めなかったんですかと。結局、抑止力などという説明はアメリカがこうしたいということを言っているのを追認するための後付けのへりくつではないのかというふうに思うわけであります。まあ、したがって現在残るのは31ミュ1個だけでありますから、まあ、彼らをどうするかということを考えていけば、この決着はおのずとつくだろうということです。でもう一つ視点を変えて申し上げると、じゃあ実際に沖縄の抑止力はどうなんだということを言うと、これは日本政府の意思として、まず自衛隊が2010年に第15旅団に格上げされました。それまでは第一混成団といって1700人の部隊でしたけれども、2100人の部隊になりました。でそして旅団になっただけではなくてですね、かつてはあそこにいた航空自衛隊はベトナム戦争の頃に使われた F4 ファントムという古い飛行機しかない一個飛行隊でしたけども、これを一番航空自衛隊の中では能力の高い F15 戦闘機に変えました。で変えただけでなく、現在は2個飛行隊2倍にも変わっているわけですね。そしてさらに那覇基地の中には P3C という哨戒機もあって、そして、さらに言えば沖縄一つの県だけでも陸上自衛隊の高射特化部隊が4個ある。で航空自衛隊の高射部隊が4個あるわけですね。つまり一つの県で8個もの高射部隊があって、航空攻撃から守る体制ができている。その前に戦闘機部隊が2個あって、遠くから飛んでくる飛行機をいち早く迎撃することができると。これほど抑止力の強い県というのは日本中探してもありません。したがって自衛隊の能力というものを全く日本政府は度外視して、海兵隊が必要だという念仏を唱えているんだろうというふうに思わざるを得ないと。でもう一つついでに言えば、日本政府の計画として安倍政権下で防衛計画の大綱が変わりました。その結果として自衛隊版海兵隊と言われている水陸機動団が来年の3月に長崎県佐世保市に新規編成をされるわけであります。で彼らの部隊は当面は2個連隊ですけども、将来は3個連隊になって3000人の部隊になるわけですね。で沖縄にいる第31海兵遠征隊の2000人よりも1000人多い組織になるということ。そして、これは賛否ありますけれども、この自衛隊としてオスプレイを17機買い入れるということ、そして海兵隊と同じ水陸両用車を52両買うと。でこれもうすでに日本政府の計画として進行してるんです。そうして考えると、もはや沖縄に海兵隊がいてもらわなければならない理由はないでしょう。そう考えていけば、じゃあ
発展的解消という形で彼らを送り出す花道としては、我々も最善のことをやって彼らにこの恥をかかせない、そしてメンツを維持させてどうすればいいかというのが HADR に関して日米が連携をしていく、そして海兵隊が出ていくときに移動の足が困難であるというならば高速輸送船を持ちましょうと、これは2005年の中間報告の際に日米が連携すべき15項目の中の一つとしてすでに書き込まれているんですね。それを日本政府が決めたことをちゃんとやりましょう、そしてちゃんと説明ができるような形にしましょうと。で、私が言ってるのは今までの日本政府の論理の中に置き換えたとしても、もはや海兵隊の新基地を作る必要はないと。で、新たな提言として日米連携の強化というのはこれは必要です。で、さらに言えば新たな出費、つまり高速輸送船を持つということも必要。ただし他方、沖縄の海兵隊を例えば HADR のためのアジアの前線基地に変える、人助け、災害救援のための基地に変えていくというような発展をしていくということも考えていけば、これは十分そのプラスマイナスでプラスになって終わる話が進んでいくんではないでしょうかということをまあ申し上げたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ここからは皆様の質問も踏まえながらパネルディスカッションの形で議論していきたいというふうに思います。で、少し話が広がりましたので、ちょっと提言について一度また整理をしてみたいと思うんですが、お手元に冊子の形で配らせていただいているこの提言めくっていただきますとですね、目次がありまして、右側に政策提言という1ページの提言そのものがあります。でもう一つめくっていただきますと概要ということで、1、2ページ見開きだけ見ていただくだけでまず概要がわかると、そしてその次のページから本文ということになっているんですけれども、ただですね、この政策提言の2ページを見ていただいてもすぐにスッと入ってくるほど簡単でもない、割と専門用語が並んでいるんですが、非常にわかりやすく申し上げますと、要するに海兵隊って言いますのは、特に今米軍再編の後に沖縄に残るとされているそのちっちゃな部隊は、アメリカからこうぐる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 こうローテーションしながら回りながらこう家に戻ったり、こう部隊に出たり訓練したりということをやって、東南アジアの方をぐるぐる回っていると。であれば別に沖縄にこうランデブーポイントを見つけなくてもどこでもいいじゃない、ぐるぐるするなら。その代わりその場所が変わったことによって、ちょっとその東南アジアの訓練、それハーダーをやるための距離っていうのが遠くなっちゃうんだったら、そこに船出してあげましょうよって、高速輸送船出してあげたらちょっとそのぐるぐるが不便になっても早く移動できるからいいよね。そしてその沖縄から他の場所に移すときにお金が他でまた施設作ったりするのにかかっちゃうんだったら、じゃあそのお金を、今どうせ沖縄で出しているものでもあるので、他でも運用できるように日本政府が出して他のところで建物作ってあげてもいいよね。でアメリカの方で今までずっとやってた人道救援みたいなものが、ちょっと距離が遠くなっちゃったことによってできなくなってくる部分もあるだろうから、そこは日本がずっと自衛隊で得意にしてた分野なので、そこは今まで通りといいますか、東南アジアの地域で、自衛隊がそこになっていってもいいよね、そんな話になっているんですね。でそこで今聞かれてですね、いろいろご質問があるかなと思うので、質問に移っていきたいと思うんですけれども、まず一つ目はそれぞれお三方に伺っていきたいと思うんですが、ワシントンの話が少し柳沢さんから出ました。このこう提言はですね、ワシントンの軍事研究者たち、ペンタゴン、防衛省、国防総省の人たちに通用するような内容でということだったもんですから、昨年の9月に屋良さんの方にこの草案を持っていただいて、いろんな方に会っていただいて話を聞いていただいたんですけれども、その反応はどうだったのかということをちょっと屋良さんにお伺いをしたいと思います。で続けてですね、屋良さんに質問が来ているんですけれども、その今ハーダーということをおっしゃった、それを日本の方はアメリカがちょっと夫婦やりにくくなるような部分があれば日本の方でやってもいいよねということだったんですけれども、それは平和的な機能というふうに理解をしてもいいんでしょうかという質問が会場から来ているので2つお願いします。その後柳沢さんにお願いしたいんですけれども、
辺野古の話になると必ず中国脅威論が出てくると、これをどういうふうに払拭すればいいんでしょうかというお話があります。でこの方は ND はアメリカだけじゃなくて中国とも交流すべきと考えるかどうお考えかということなんですが、ご心配いただいてありがとうございますND は中国ともいろんなプロジェクトやってますので、また皆さんにもこういう機会でご紹介ができるといいなと思いますが、中国脅威論について、改めてちょっと整理をしていただければと思います。で半田さんにはですね、今回北朝鮮による軍事リスクが高まっていると、その文脈でこの今回の提言ですとか沖縄の海兵隊というのはどういうふうに理解をしたらいいのかということとですね、あと安倍政権は安保法制によって軍事的抑止力が高まるというふうに説明をしてきて安保法制を作ったくせに、あれよあれよという間に危険はなんか高まってきちゃってるじゃないかと、その前の安倍政権の安保法制があれば日本は安全になると言ったのは全く逆じゃないか、それはどういうことなんだということについてちょっとお話をいただければと思います。では矢田さんからお願いいたします。ワシントンの反応は良かったです。先ほど柳澤さんもおっしゃってた通り、フレッシュマインド、全く新しいこの考え方の提案が出てきたねということで歓迎されました。普天間は辺野古だと日本の政治トップリーダーは言い続けてもはや20年経ってるんですね。それは本当にできるのということで、そのやっぱり懐疑的にならざるを得ないわけですよ。20年もこうやるやる、もうやるやる先だでしょと。これだからそんなことでもずっとこういつまで信じて待ってりゃいいのという話なんですね。だけど日本から新しいその提案も なければ別 そのアイディアもないと、ずっとこう待たされている状態であるというふうなところでですね、ようやく、民間といえようやく新しいアイデアが出てきたねというふうな歓迎をされました。で僕はちょっと質問したんですよそんなに皆さん懐疑的であればなぜその計画の、に対する不安とか問題を提起しないんですかと、僕はそういうふうにその問題提起して、質問した相手は、つい前の政権かな、政府の中にいた人で外交官をやってた方なんですけども、で答えは非常に簡単で、基地を提供してくれる側、それ日本ですよね、日本 そのトップリーダーが辺野古と言ってんだから私たちは提供される側ですと、施設を使う側ですと、使わせてもらってる側ですよと、その立場でダメだと言えないでしょというふうな答えでしたね。で結局そのなんで沖縄だけでこう右往左往しているかというと、この人の表現を借りれば沖縄の基地問題というのは結局任備だよなと、 Not in my backyard という言葉の頭文字です。俺の裏庭はやめてくれと、だからその負担をあっちこっちでこう押し付け合ってて今に至っているというふうな、そんな分析をしておられました。だからそのワシントンの反応というのは印象は良かったですとにかくその、新しい考えを持っていけば議論ができるということなんですね。それを これまでずっとやってこなかったのはどっちかというと施設を提供する側の日本であったということだと思います。ハーダーは当然その平和的なものでありまして、今日的な冷戦が終わった後の安全保障の課題として言われているのが、先ほども紹介しましたけども説明しましたけども 9.11 と 3.11 であると、でその国境を越えたいろんな国々が共同で対処しないともうどうにもならないような事態が、戦争が起こるその蓋然性よりも高く発生するでしょうと。大規模災害っていうのはもういつどこで起きるかわからないし、フィリピンでは毎年のようにスーパーと名のつく大型 その台風がこの襲来してもう何千人何百人という人の命を奪っていくわけなんですね。それに対して国際社会がどう対応するかということが実は今安全保障分野で議論されないといけないはずなのにということなんですね。で、そのジョイントミンフォーハーダーは今日本が軍事的にアメリカと共同訓練をしているものよりもずっとハードルは低いです。ハードパワー、軍事的なそのものよりもむしろそのなんていうかソフトなですね、ソフト分野 軍事外交っていうんですかね、その軍隊を活用しながら
その新しいその安全保障環境にどうやって対応していくかという国際協力の分野で日本ももうちょっとこう積極的に、まあ、やってはいますけども、もうちょっとこう外にアピールしながら、なので中国とも中国もこう引き入れながらというふうな形を取った方がいいんじゃないのかというふうに考えております。ありがとうございます。今の点なんですけれども、私どもこの報告書提言書なんですが、沖縄で2月の末に大きなシンポジウムをやらせていただいて発表しました。で、私どもまあ3年間研究をしてこういうものを発表するにあたって、で、まあ、これから日本でもアメリカでも広げていこうというふうに思っているので、まあ、頑張って作ったつもりではあるんですけれども、これが沖縄で受け入れられなかった場合に、その勝手に独りよがりでこれはいいものだからって東京で広めたりワシントンで広めたりすることっていうのは、まあ意味がないわけですね。沖縄の方が受け入れなければですね。で、今のそのハーダーの点についても、それはどれぐらい軍事的なものなんですかとか、その米軍とのコラボレーションがあるという話だけど、そういうのは平和的な観点から見てあんまり賛成ができませんというようなご意見がすごく集まるかなというふうなことも非常に懸念をしていて、実際そういうご意見もいただいたんですけれども、しかしまあ今屋良さんがおっしゃったような、ハードルが今までの別に自衛隊の活動をなんだ質的に変えるものでも全然ないというようなことですとか、あくまでも、まあ、役割分担という意味でワシントンに通じる議論をというようなことを私たちはやっていきたいと思っていますというようなことを申し上げた結果、まあ、かなり賛同は沖縄でも得られたのかなというような気はしていまして、特に今日印刷してお配りもさせていただいているんですが、沖縄の西、沖縄タイムズと琉球新報さんがですね、まあ、シンポジウムの様子も大きく取り上げてくださったんですけれども、社説でこれを取り上げてくださって、まあ、高い評価を書いてくださったので、まあ、もちろん 100% が皆さんが納得ということではないにしても、まあ、これで一応堂々とワシントン、東京、日本全国で広めていけるのかなというふうに思っているという、そういう状態です。なので、まあ、ちょっと今その質問も取り上げさせていただきました。では柳澤さん、お願いいたします。はい、中国脅威論ってね、すごく厄介なんですね。脅威、まあ、中国そのものが厄介なんですけれども、なぜ我々は中国が脅威だと認識するのか、北朝鮮の場合は非常に単純明快に認識できる。ただそれはその向こうの動機は、向こうの動機は日本と固有の戦争をしようとしてんじゃなくて、アメリカが怖いからミサイルを撃ってくるかもしれないという意味の脅威だというね、分析ができるんですね。で、中国はどうかというと、それはもうどんどんなんていうか、経済にももう経済とっくに日本の規模を2010年には日本より大きくなっちゃいましたね。そして軍隊の規模も、どんどん大きくなって、さらに近代化をしている。つまりそれってアメリカと張り合おうとしてるんだから、それは日本よりもものすごい軍事力を持つのはある意味、まあ彼らの動機からすれば当然なんですね。ただその時に、ではその日本と中国の間で、まあそのまあ戦争は対立があり争いがあるから戦争が起きるのでね、だから脅威、それが起きそうならばそれは脅威であるし、それは抑止しなきゃいけないしというようなことになるんだけど、どういう問題があるんでしょうか。大きく分けて2つあるんですね。1つは尖閣のようなね、そのもうそのなんていうか、なんていう言葉で言ったらいいかわからんが、要はまあ領有権の問題は存在しないと日本は言ってるんだが、問題は争いは存在するわけでですね、いずれにしてもね、その島をどうするかっていう話、まあ、それを脅威だというならば、それは取りに来る能力もあるんでしょうけれども、しかしそれはそういう話なんですね。おそらく日中の固有の対立要因はそれでしょ。で、それはどうするか、そもそも政治の危機管理がまずかったという原因もあったわけだしね、それはもう相手だって今軍隊出してません。海警と海上保安庁が睨み合ってる、そういう状況なわけで、ね、あそこで軍隊を出してよく聞かれたのは、自衛隊と中国軍とどっちが強いですか。それはもうね、1回2回は絶対勝つよと言ってます。しかし3回4回になるとどうするんですか。結局お互いにどれだけの損耗に耐えるか、あるいはどっちが先に弾がなくなっちゃうかって話になるわけです。ただそこまで本当にやるんですかっていうことが、これは我々自身の問題として問われるわけですね。あそこはだからできるだけ早く政治の危機管理の問題として、
始末をつけなきゃいけない、そういう問題であるわけですね。あそこにこだわっちゃったら、さっき申し上げたように米軍が来て守ろうと、まあ守らないと思うけど、私はね、米軍が来るんだったら向こうだって米軍相手の戦争になる、米軍相手の戦争になるってことは沖縄を攻撃する動機が生まれるっていうことですね。そこはだからいかに政治目的でコントロールしていくかという、そういう類の争い、それが日中固有の要因なんですね。もう一つは何を、中国の何を怖いと思ってるかというと、フィリピンの島を取っちゃったねとかね、南シナ海を支配しようとしてるよね。ただこれはね、それはそうなんだけど、そこで問題になるのは日本ってどういう国なんですかってことなんですね。日本はいつの間にか専守防衛ではなくてね、フィリピンやベトナムまで守ってあげる国になったんですかということが問われるわけですね。そしてそんなことができるんですかと、これはもうつまり大国の そのこの地域における支配の問題なわけでね、そこに日本も大国として対抗していこうとするのか、いやいやそれは日本はそんなとてもとても大きな国じゃないから、もっとその頭を使ったところでいろいろやりますと、その力比べをそんなところではやりませんという国になろうとしているのかという、そのなんか自己規定というのかね、国家像によってその中国の海洋進出全般をけしからん、あるいは脅威と見るのか、まあそれは困ったことだけども、そこを直接自分が軍事的に脅威として対抗する話よりは、むしろいろんな政治的な形で解決しなきゃいけない問題と捉えるのかという違いが出てくるわけ。ただそれがなぜなかなかそういうふうに割り切れないかっていうと、どうもこれは私の感じなんですけどね、日本人の中にはあの中国、そしてあの韓国にはバカにされたくないみたいなね、そんな気持ちがある、コンプレックスがあるわけですね。やっぱりね、その同じことやってたって他の国の対応はまた違うわけでしょ、同じ中国のその海洋進出に対してね。なぜ日本がこうやって反発をするのか、やっぱりそこはね、歴史的に形成されてきた相手にはね、その侵略された恨み、ルサンチマンがありますよ。こっちにはね、昔そうやってこっちの方が大きかった、そして戦後一生懸命お金も上げて技術もこうやってね育ててあげたのに、何を今恩知らずなみたいなね、こっちの方はそういうね負けちゃったコンプレックス、なんちか追い抜かれたコンプレックスっていうのがあってね、やっぱり難しいことはその客観的に分析していけば、どういう脅威なのか、そしてそれに対する国家目的が何なのかってことは分析できるし、そしてそれは政治がコントロールできるし、問題はこちらが自分たちの国家目的は何なのかっていうことをね、冷静に考えるのが難しい。なぜか感情があるからですね。いかに感情を政治が、知恵を出して沈めていくかということが非常に大事なんだけど、そんなこと言ってたら選挙で勝てないから政治が煽っちゃうわけですね。政治が煽ると何でもかんでも脅威に見えてきちゃうと、こういう流れが今進行しているということだと思います。だから中国脅威論は全く根拠がないとは僕は思わない。そしてそれだけの力もある中国ってそういう国なんだけど、何が脅威かということはもう一回自分で考えましょう。何を守りたいんですかということですね。そのためにどういう犠牲を払ってもいいんですかということが国民に問われている、国民一人一人に問われていることではないかというふうに思います。ありがとうございます。では続いて半田さん、お願いいたします。北朝鮮と、沖縄の海兵隊の関係について、考えると、確かに海兵隊の役割の中に、海外にいるアメリカ人の、救出という、そういう任務がありますね。でこれは海兵隊がやらなければいけないことの重大な仕事なんですけれど、そもそもその戦争というのは急に起きないというふうに理解してもらっていいと思うんですね。で戦争が起きるという時には必ず予兆があります。一つには軍の中の無線通信が爆発的に増えると。でさらに部隊の大規模な移動がある。でそして演習が繰り返し行われると。
まあ、そういった予兆というのは我が国が、まあ、だけで もう相当キャッチできると。で実際にそれから、まあ、軍が動くってことですけど、まずアメリカにおそらく在韓米軍のうち、その家族は2万人程度いると思いますが、まあ、彼らはまずアメリカ政府から今緊急事態になるかもしれないから早く韓国から出なさいとまず連絡があって、まあ、ほとんどの場合それで移動できると。で皆さんもご存知の方いるかもしれませんけど、311の東日本大震災の際の福島第一原発の事故がありました。でアメリカ軍は3月12日から友達作戦をやるのに並行して沖縄の海兵隊がコンバインドタスクフォースを編成して本土にいる、米軍の家族1万人のうちから希望を取って7000人を日本から海外に移したんですね。でこれは別に海兵隊が窓口になっただけで彼らが運んだわけではない。で彼らが海兵隊が民間機や米軍の輸送機で、まあ、運んで1週間足らずの間にこの7000人全員希望した人は海外に出てたと、まあ、それと同じことが、まあ、朝鮮半島でもできるのは当然でありますから、それが沖縄に海兵隊がいるからできるいないからできないというそういう話ではないだろうというふうに思います。で十分なリードタイムがあり、任務は彼らがどこに行ってもできるというふうに考える。そして今日米の一体化が進んでいる中で自衛隊の基地や駐屯地というのは当然米軍は日米地位協定に基づいて使用したいということを言ってきますから、まあ、その時になって海兵隊が自衛隊の土地を使ってそのような邦人救出というものを考えていけば十分ではないかというふうに思いますね。それとあと安保法制でむしろ危険になったんじゃないか、全くその通りで、そもそも考えていくと93年に北朝鮮が NPT の脱退を表明しましたよね。これから核開発をやるから核拡散防止条約 NPT から出たいと。でこれに対してアメリカが許さんということで4秒の空爆を計画をしたんですね。で空爆すればそれで北朝鮮がおとなしくなるわけはなく第二次朝鮮戦争になるだろうということでアメリカがシミュレーションをしました。でその結果5万2000人のアメリカ兵が死ぬ。これはベトナム戦争の死者とほとんど同じですよね。これはアメリカが持たない。そして韓国の中で100万人の民間人が死ぬと、これは冗談じゃないということでやめました。でその際にやめる要素の一つとして重大だったのはアメリカ側が日本に対して、米軍を支援する1059項目の具体的な要求を出してきた。でこれに対して日本が武力行使の一体化になるような支援はできないと言ってゼロ回答した。すなわち1950年の時は朝鮮戦争ですね。あの時は日本は独立してません。サンフランシスコ講和条約が施行されるのは52年なんです。だからあの時は日本を出撃基地そして後方支援基地としてアメリカが自由に使えたので前詰めの日本列島から米軍が出ていったし怪我した米兵が日本赤十字によって救護されるということがあったと。でそれができないとなるとこれはもはや第二次朝鮮戦争はできないねとなって5万2000人のシミュレーションとともに彼ら諦めるわけですね。最終的にはカーター元大統領がアメリカに行って使用済み燃料棒が核兵器に転用できない軽水炉型原発の技術の提供と重油の提供することで丸く収まったということであります。しかしながら日米の間は極めて悪化しました。でこれを改善しなければいけないということから97年に日米ガイドラインが改定をされてアメリカが朝鮮半島で戦争する際には憲法の枠の中で米軍の支援をするということを決めました。でこれを決めた後に99年に周辺事態法ができて周辺事態すなわち朝鮮半島の戦争で米軍のお手伝いをできるというような憲法の枠の中の法律ができたんです。ところが今回の安倍政権の下の安保法制というのは2015年の4月27日にガイドラインを改定をしてそして世界中どこででもアメリカの戦争に協力をしますという約束をしたわけです。でさらに言えばその戦争が日本の存立を脅かす存立危機事態であれば自衛隊も米軍とともに武器を持って戦うという約束をした。でその後2015年の9月19日に安保法制が強行採決をされてで2016年の3月29日に施行された。でそういう流れになっているわけです。ということは
前のガイドライン、そして前の周辺事態法と比べて現在のガイドライン、安保法制というのはより米軍の戦争の後押しをする仕掛けになっているんだと。そして朝鮮半島でアメリカが戦争を始めれば、これは直ちに存立危機事態が認定されることは疑いがありません。要するにアメリカの戦争の後押しをできるような体制が安倍政権によって今作られているんだと。でアメリカは前であれば、前のような日本の反対があればおそらく踏みとどまるであろう朝鮮、北朝鮮への攻撃をかなりしやすくなったということが言えるだろう。それだけじゃありません。アメリカは今トランプ政権になって全てのオプションがテーブルの上に乗っているんだと言って、安倍首相がそれに対する支持を表明してしまったわけですよね。で日本にミサイル防衛システムがあると言っても不十分だからこそ、自民党政調会の検討チームが敵基地攻撃の進言を先日安倍さんにしたわけです。と同時にミサイル防衛システムでは現状では不備だから、イージス・アショアとかサードを入れるべきだという提言もしたわけです。すなわち今アメリカが北朝鮮を攻撃した場合、日本列島は壊滅するということが分かっているから、そのような提言をしているんだと。だとすると安保法制というのは日本を壊滅に導く恐れのある悪法だということが言える。これは確実であろうというふうに思います。ありがとうございます。この会場45分にきっちり終えてですね、8時にはここを引き上げなくちゃいけない、あと10分しかないって非常に残念な残り時間になってしまっているんですけれども、1問ずつまたご質問した後に最後にまた一言ずつ言って終わりにしたいというふうに思います。でですね、今日ここでお話足りないことは、6月にですね、この私ども執筆陣で書く辺野古問題をどう解決するかという岩波書店からの本が発売になりますので、もしよろしければこれを注文等していただければというふうに思います。で屋良さんにいろいろ質問が来ているんですが、多分ここにおられる方で一番聞きたいと思っているのは、東京にいる人間として、辺野古の埋め立てが始まってしまった矢に聞くんだけれども、今の沖縄の状況というのはどうなのか、埋め立てはあれから進んでいるのか、みんな意気消沈しちゃってるのか、そのあたりのことをちょっとお話をいただければというふうに思います。でそれから柳沢さんにはですね、米軍が辺野古沖に基地を欲していたということが過去にあったというふうに聞くんですけれども、実際そこに基地を作りたいというふうに思っているのは米軍なのか、それとも日本の政府なのか、そしてもう一つ来ているのは政府の中におられたということなんですけれども、こういうような話を聞いて政府の中にはこれを実行しよう、そしてできるという人間はいないもんでしょうかというご質問が来ています。で、半田さんにはですね、ハーダーの話がありましたけど、自衛隊は本当にハーダーの能力というのが十分にあるんでしょうかというような質問についてお答えいただければと思います。では申し訳ありません、2分ずつ屋良さんからお願いいたします。今のところその政府はというか、その工事は粛々と進められていると。だけど現状を見てみると、その大きなその網に入った土砂を、ブロックを、その岩ですね、岩をこう5個か5個波打ち際に置いて、その周辺をちょっとこう固めているような状況でして、それでもってなんかこう工事が着工したとかっていうふうな宣伝をされてはいるんですけども、具体的にはまだこれからだろうなという状況があります。今派手にやっちゃうと、多分ね、僕は思うんですけども、政府が気にしているのは来年1月の名護市長選だと思うんですね。名護市長選挙に悪影響を及ぼしたくないというのが、一番だと思います。で名護市長選挙を、政府寄りの人が取っちゃうともう終わりますね、これ。知事がいくら頑張っても地元が賛成してるじゃないのというふうな話になるので、今政府が一番力を入れてるのはそこなんでしょうね。だけどその今、自民党サイドで地元の沖縄の自民党サイドで候補者選びに難航しているという状況です。なかなかやっぱり現職は強いんですね。だからその現職に対抗してこの選挙に打って出るという人がなかなか見つからないというのがあって、一説にはもっと若いフレッシュな、しかも女性の、政治職にこうまみれてない、ビジネスマンあたりを連れて、その商売をやってる人をこう連れてきたらどうかというふうな、話も聞かれますけども、まだまだそこが固まってない状況ですね。でもう一つ、その尾長さん知事は、撤回をするというふうなことをこの間表明しております。
でその撤回がいつになるかっていうのを今待ってると。で撤回を主張すると、あ、撤回、その撤回というのはその埋め立て許可をその撤回するということなんですけども、その撤回をすると工事は、まあ、一時的には止まって裁判に行くということですね。そういう局面になるとまた新しい展開になってくるだろうということです。まだまだ緊張が続いているというのが今現状です。澤さん、お願いいたします。多分ね、お聞きになりたいことはこういうことなんだと思うんですけども、官僚機構っていうのはその前任者がやったこととか自分の隣の部署が担当、私はこの、その移設問題直接担当したことはないのでね、現役の頃は人のやってる仕事に横からケチつけるっていうのはそれはもう仁義に反することだから、そんなことは全く考えませんね。そして前任者がやってここまで積み上がってきた、そして日米間での、一応合意もできてる、それをねひっくり返すっていうのはよっぽどのことがなければできないんですね。でもう一方でやはりそれが正しいんだということでその論理をどんどんこう積み重ねていくわけですね。そして結局まあその鳩山政権に変わった時のいろんなごたごたがあってね、その後毎年一回総理大臣変わりましたね。で変わるたんびにね、辺野古が唯一の選択肢って言い続けましたね。こんな話をねどうやって誰が動かすんですかって話です。やっぱりこれは県民世論の盛り上がりというのは実は本当に力になってこないと、そして困ったなっていう時にみんな頭いい人ですから官僚はね、それはちょっと考えればこのぐらいの案はね分かるんです、だけど今考えてる人がいるかいません。なぜならそういうその組織の全体の雰囲気の中でね、まあまあ今流行りの言葉でいやみんなで忖度し合ってるわけですから、こんなものを変えようなんてことはねとってもそのまずまともではないと思われるだけですね。だからそんな状況で今日まで来てるんだと思っています。半田さん、すいません、もう時間があれなので最後の一言も半田さんは加えておっしゃっていただければと思います。すいません。まあ、自衛隊に HADR の能力はあるかというご質問ですが、むしろ自衛隊が実任務としてやってるのはこれしかないと。実際に他国から侵略されたことはありませんので、戦争したことはないわけですね。そして海外でも武力行使はしてませんから、実際に彼らが活躍する現場というのは国内外の災害であり人道救援の場面でしかないと。 PKO や国際緊急援助隊としての活動しかない。で国内の災害というのは年間だって500回から600回の間で出動してますね。まあ、そのうち8割程度は急患輸送、まあ、先日北海道で LR2 が墜落して4名の方が亡くなりましたけど、ああいう形での人道支援というものが一番多いですね。しかし残り100件ぐらいというのは、これは例えば鳥インフルエンザとか、あるいは大規模な震災があった場合の出動であったり、そういうことを、まあ、日常的にやっているのが今の自衛隊だと。で国際緊急援助隊というのは PKO 協力法ができた92年に法律が改正されて自衛隊が入ったんですね。で98年のホンジュラスの派遣以降、トルコ、インド、イラン、インドネシア、パキスタン、ハイチ、ニュージーランドと、でそういったところで、その給水活動とか災害復旧活動とかいうものをやっていて、現在陸海空の自衛隊ごとに72時間の即応部隊ができていて、72時間以内に出動を命じられたらば陸海空のいずれの部隊であっても船や飛行機や部隊、陸上自衛隊の部隊が現地に向けて出動できるようになっている。これは国内の災害であれ海外であれそうだと。でむしろ自衛隊ってそういう形でスキルアップしてきているのであって、事実上のサンダーバードに今なっているわけです。このサンダーバードを軍隊に変えようというふうなことを言っているのは約1人、なんだろうと。でだからいいところを伸ばす、子供は褒めてこそ伸びる、そういうことと同じなんだろうというふうに僕はやっていきたいなと思いますね。ありがとうございます。会場の高校生の方からぜひ高校生がこの会で覚えて帰ってほしいことは何ですかっていうメッセージもあるので、半田さんちょっと終わってしまって恐縮で、矢田さんと柳沢さん一言最後締めの言葉をお願いいたします。どちらからでも。私はねもうその高校生からすると高校生っていうのは私のもう孫の世代なんですけどね、
私孫に言いたいのは、とにかく何をしてもいい、何を考えてもいいから、その代わり、その代わりこれは変だなと思ったら、変だなということをね、ちゃんと言える人間になってくれということですね。そのためには勉強も必要だし、ただその人の言うことを黙って聞いてるだけではいかんのじゃないか、そのために勉強をすれば、とこういうことを言いたいと思います。SNS がこれほど発達した世の中では、嘘も本当もみんな本当に聞こえちゃってきて、すごい情報が飛び交ってるんですよね。で、高校生に言った、もし伝えることができるとすれば、とにかく自分で確かめてほしいと、その情報が正しいのかどうか。で、例えば先ほど来その中国教育論が、日本も充満してますけども、沖縄の嘉手納基地が見える、その安保が見える丘っていうのがあって、でそこの近くにその嘉手納道の駅っていうのがあって、その上登ると嘉手納飛行場がこう見えるんですね。で、観光客がたくさんここに来ます。でその中に中国から来られた観光客もたくさんいるんですね。で彼らしゃべってるんですよ、 F-15 が飛ぶの、戦闘機が飛ぶの。ほんでこう若いカップルが自撮りしてますから、こうやって、これがですよ、現状です。だからそこに何の緊張感があるのかとかですね。で中国の観光客にとって F-15 が飛び立つというこのこと、その事象っていうのを彼らどういうふうに理解してるのかということですよね。そんなこの実態をまず、その現場を見た上で、その情報が正しいのか正しくないのかっていうことをこう考えていただきたいということです。ありがとうございます。ありがとうございました。45分になってしまいましたけれども、これから私たちはですね、今日発表させていただきましたこの提言をちょうど1ヶ月後にですね、このメンバーでワシントンの方に行きまして、ワシントンの方で発表もしていきたいというふうに思っています。でいつもながら大変恐縮なんですけれども、またこういうメンバーでワシントンに行くとなると、それだけで100万200万かかってしまうもんですから、お手元の封筒にですね、もしよろしければ若干のカンパ、あるいは ND の活動、いろんな情報も欲しいしということで支えていただける方には会員になっていただければ大変ありがたいというふうに思います。それからですね、今私ども実は有給のスタッフを募集してまして、もし共に働いてくださる方がお近くにでもご本人でもいらっしゃれば、また E メール等でご連絡をいただければというふうに思います。それからですね、今日いろいろ中国だ北朝鮮だいろいろ脅威だって話があったんですけれども、それに今答える論者っていうのはあんまり日本ですごく多いかというと多くないんですが、今週の金曜日に今東アジアの安全保障を考える力の外交に対峙するにはという、元国際関係学会会長、世界の国際関係学会の会長をお呼びして、また講演会やりますので、もしよろしければ足を運びいただければというふうに思います。では慌ただしくなってしまいましたけれども、本日はいろんな質問もいただき、大変充実した議論ができたように思います。皆様本日は来てくださいまして誠にありがとうございました。これにて終了いたします。ありがとうございました。